長寿小夏は日本のタレント MC。千葉県成田市出身。千葉県立桜高等学校卒業。高校時代に野球部でマネージャーを務めていた。大学在学中、国文学科の学部に在籍し、アルバイトは百貨店のマタニティ用品を売り場担当や塾講師をしていた。オーディションに合格し、2006年シーズンから、 千葉ロッテマリーンズのイベント MC、同級団の動画ニュースのキャスターを務める。また、ダンスサークルにも入っているためダンスも得意としており、特に千葉ロッテファンからは小夏お姉さんと呼ばれることも多い。2007年から高校野球ダイジェストのアシスタントを務め、以降、速報。今日の高校野球のキャスターも担当。高校野球が開催される時期には一時的に、 どうぞマリンスタジアムからいなくなっていた時期がある。以降、千葉テレビの番組にて、千葉ロッテオービーとの番組 MC や、イベント MC の仕事を担当しており、2000年代前半は、キャンペーンガールや、イベントコンパニオンの仕事もしていた。2019年11月17日、結婚を発表。相手は、プロ野球関係者ではなく、ラガーマンだった。 2020年2月2日に開催したパフォーマーの卒業公演をもって卒業した。結婚、千葉ロッティイベント MC 卒業後も芸能活動は継続しており、主に千葉テレビ放送の番組に出演している。プロ野球のイベント MC ではセッパ交流戦の時期になると名古屋ドームや横浜スタジアム等パシフィックリーグマーケティングや各球団のビジターゲームのマスコットイベントで ゲスト MC で登場し、オールスターゲーム、サムライジャパンでのイベント MC にも抜擢され、その場合は東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクターであるツバ、クロウとトークを行うことが多く、その他にオフシーズンにツバ、クロウとドアラとマー君のディナーショーの MC も担当している。前述のチバロってイベント MC 卒業後の2020年5月には、 東京ヤクルトスワローズの公式 YouTube チャンネルにて、本来のスワローズイベント MC であるパトリック・ユーに代わって、ツバ、クローや他のキャラクターとの共演をしている。2016年度周期全国交通安全運動にて、千葉県警千葉西警察署の1日警察署長を担当した。千葉テレビ放送その他、ベリーガールズ2012ウェブオーディションエントリーノ生じこ タックルベリー。2018年1月1日閲覧。ただし、イベントコンパニオンとして株式会社エビにも登録している、庄司小夏さんのプロフィールページ。夏の高校野球を千葉テレビで連日生放送。 tvlife,https, コロンスラッシュスラッシュ thetv.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ15308スラッシュ2017年5月20日閲覧。熱湯の夏、9日開幕無舞台に172校、立つ千葉大会。朝日新聞。 http://www.asahi.com/.koshin/.93/.localnews/.tky2011070901773.html2018 年2月19日閲覧決意は新たに。スコアブック2018年1月1日閲覧。 里崎智也とミスターサブマリン渡辺がイノベーションを語り合う。ムービー・ウォーカー。2018年1月14日、閲覧。遅ればせながらご報告。ブログ、スコアブック2019年11月18日に、12パフォーマー卒業公演開催のお知らせ。株式会社千葉ロッテマリーンズ。2020年2月6日閲覧。京子さん、小夏さんが、 アリーグダンスフェスティバル MC に就任決定。埼玉西武ライオンズ、http://www.seibulions.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ 12339.html2017 年5月5日閲覧。マスコット5、3から4は、千葉ロッテマリーンズのマスコット、マー君、リーンちゃん。 そして、MC、小夏、お姉さん、M スプラッシュ、が来場。東北楽天ゴールデンイーグルス、https コロンスラッシュスラッシュ www.rakutenegles.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ 6351.html2017 年5月5日閲覧 CLM マークンのツイート、つばくろう、つばめですマスコット集結を盛り上がり。日刊スポーツ。https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkansports.com スラッシュベースボールスラッシュニューススラッシュ2 0 2 0 0 5 2 4 0 0 0 2 4 7 h t m l 2 0 2 0年7月21日交通安全運動。 千葉ロッテ選手観客に、自己募集たえ。毎日新聞。https コロン、スラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20160922スラッシュ k00 スラッシュ002スラッシュ040スラッシュ 217000c2018 年2月1日閲覧。ありがとうございます。